ジリア。失礼、入るわよ。ああ、この子がチリア。こんにちは。こんにちは、チリア。早速本題に入らせてもらう。相変わらずね、無駄なことは一切しない。今日は単に国王陛下のお言葉をそれ以外に話すことなどないわ。ヒロ男爵、戦争の後、修復のための人員と資源が大量に必要。まさに猫の手でも借りたい状況。だから国王様はあなたに、この国の男爵として。ヒロ、実は教会、今教会には、戦争で家を別に女神様にお祈りするためじゃないわ。教会はもう、祈りを捧げる場所ではなくなってしまったわ。とは言うものの、町の再建も急務だから、時間があったらチリアを連れて手伝いに来てね。要件は以上よ。駅の修復作業はほぼ終わってるんだけど。しまった、もうこんな時間だわ。失礼。あ、グアナ。もう自分の要件だけ伝えて終わりなんて、はあ、あなたも戦争から帰って、私もコアランドから帰ったばかりだけど、近頃はこの町の治安もかなり悪化しているの。例えば今町の広場に集まって、教会も最近はすごく忙しくなってきてるから、もしよかったらチリアに体験させてみるのもいいかもしれない。報酬はそんなに多くはないんだけど、女神様と町の人々のための、最近は仕事も探しにくいと思うし、家計を保つには王宮から支給されるお給料、私がしてあげられるのはこれくらいよ。これから生活が大変になるかもしれない。もしかしたらこれは女神様が私たち、じゃあそろそろ私も行かなくちゃ。せめて広場だけでも。チリア、あなたも早くこの町の暮らしになれ。はい。じゃあヒロ、待ってるからね。ヒロ、グアナさん、
おはよう、ルーマちゃん。おはよう、チリア姉ちゃん。チリア姉、なんかね、裁縫屋さんと美容院の前に人だ、合格条件はかなり。へえ、そうなんだ。あ、そうだ。そういえば、最近新しい服、前にヒロ兄ちゃんから聞いたんだけど、おしゃれな、あー、僕も女の、そしたら目いっぱいおしゃれして、貴族の、じゃ、まあそういうことで。うん、ありがとう。帰り。